大根をすりおろしてお好み焼きみたいにね、キャベツの代わりにしてみようと思ってね。ここに鰹節、中に入れる具がないから、桜えびがないから鰹節入れます。冷凍したってやつね。はい、ネギ坊主と大根と鰹節を小麦粉で混ぜただけね。ちょっとお好み焼きを作りたいと思います。キャベツの代わりにね、大根入れました。ひっくり返したらいい感じにね、お好み焼きっぽくなってますね。これでマヨネーズとさ、ソースかけたら普通に美味しいんじゃない？意外といけるね。よく大根餅って言ってさ、大根をすりおろして片栗粉と小麦粉混ぜて焼くやつがあるんだけど、あれね、片栗粉入れるとくっついちゃうんだよね。小麦粉だけの方が結構きれいに焼けるね。剥がれてこない、黒いやつがね。わ、いい感じだよ。下手したらこれ玉ねぎでもできるかもしれないね。玉ねぎのお好み焼きみたいなさ。今大根だけど。で、これじゃがいもとかでもできるかもしれない。いろいろやってみよう。キャベツだけじゃなくてね。今日は大根だけど、玉ねぎもいっぱいあるからさ。ね、美味しそう。